バーガーラバーなあの人とは、ナンバー、愛、神宮寺ゆ太くんに矛盾はないと思う。マクドナルドの広告について、ファンたちの間で議論が巻き起こっています。最近、一部のファンは、ある特定の人物がマクドナルドの CM に起用される可能性について話題にしています。これは、ファンコミュニティにとって大きな興奮をもたらしていますが、その実現には不確実性が残っています。この話題の中心にいるのは、ナンバー、 愛のメンバー、神宮寺ゆ太くんです。彼のファンたちは、彼がマクドナルドの CM に出演する可能性に期待を寄せています。実際、神宮寺くんがマクドナルドの CM に出演した場合、彼のファンたちは喜びを隠せないでしょう。彼らは、毎日マクドナルドの商品を楽しむことで、彼を応援すると誓っています。しかし、この期待に対する不確実性が高まる中、他のファンたちは異なる視点を示しています。例えば、 平野タのファンは、ジン君の洗濯洗剤の CM に期待しています。彼らは、ジン君の CM が実現した場合、大きな喜びを感じるでしょう。また、他のファンたちは、3人のメンバーが共演する CM を希望しています。彼らは、そのような CM が実現することで、グループ全体の魅力が最大限に引き出されると信じています。マクドナルドの広告キャンペーンは、ファンたちにとって非常に重要です。 それは単なる商品の宣伝ではなく、コミュニティの一部としての絆を強化する機会でもあります。広告に起用されるアーティストやパフォーマーは、ファンたちにとって特別な存在であり、彼らの支持が商品やブランドにも影響を与えることは言うまでもありません。一方で、ファンたちの期待を高めることと同時に、その不確実性は彼らを不安にさせることもあります。匂わせや予告を受けて、ファンたちは期待を膨らませますが、 その結果が期待に応えるかどうかは常に不透明なままです。そのため、ファンたちは安定した情報を求め、その安心感を得ることが重要です。マクドナルドの CM キャスティングについての噂が広まり、ファンたちは期待と興奮に包まれています。特に、コミュニティ内では、CM 出演者として3人が名前が上がり、それぞれのファンは熱心に応援しています。この噂は、ソーシャルメディア上で大きな注目を集め、 ファンたちの心を揺さぶっています。以前、一部のファンは、マックの X が匂わせで、岸くん公文を使用していたことから、新たな CM に関する期待を膨らませました。さらに、3人がマクドナルドで CM をするという噂も流れ、ファンたちは興奮しました。しかし、公式の発表はまだありません。ファンの中には、候補者として今瀬さんや神宮寺勇太くんが上がっており、それぞれのファンは自分の推しを熱烈に支持しています。 特に神宮寺くんについては、その魅力的な後ろ姿や、彼の存在がマクドナルドの CM にふさわしいと考える声が多く聞かれます。彼が CM に起用されることで、ファンたちは喜びを募らせ、日々マクドナルドを訪れることを楽しみにしています。一方で、ファンたちはそれぞれの推しの活躍についても期待しています。平野タの一部は、純くの洗濯洗剤の CM を待ち望んでいます。彼らは、 ジンくんの活躍を通じて彼の魅力を広めたいと願っています。また、キシくんのファンは彼の活躍を食べ物の CM で期待しています。それぞれのファンは自分の推しの成功を心待ちにしています。CM 出演者が発表されるまで、ファンたちは熱心に噂や予想を交換し、合います。彼らは自分たちのコミュニティ内での期待と興奮を共有し、互いに応援し、合っています。 マクドナルドの CM についての期待は高まる一方で、ファンたちはその公式発表を心待ちにしています。結論として、マクドナルドの広告に起用されるアーティストやパフォーマーは、ファンたちにとって非常に重要な存在です。彼らの出演によって商品やブランドへの興味が高まる一方で、その不確実性はファンたちの不安にさせる要因でもあります。ただし、ファンコミュニティは常にそのアーティストやパフォーマーを支持し、 彼らが成功することを願っています。